貴様の忠義、大義は何だ。忠義、大義、そんなもん知らねえよ。ただやりてえだけだろ。下がるな。侍だろ。ならば俺は蹴る。取りに来いよ。かかれ。ウィーバー。はい、どうも現代忍者宅です。ニンニンピョンピョンということでよろしくお願いします。視聴者の皆様、はい、同一人物なんですよ。そうなんです。はい、はい、今クリーン武蔵の映像が流れました。流れましたね。じゃあなぜ、はい、稲川先生のベース始まりなのか、うん、なぜかというと、はい、先生に考案していただいたね、はい、このクルムサシで使ってる刀、はいはいはい、です。そうですね。今日はですね、実はこの武器を初めて紹介されるのが、そうですね、長尾先生。長尾先生なんです。ちなみにクルムサシ77分撮ったのは9年前、はい、実は稲川先生と初めて会ったのがクリームサッシのトレーニングの時だったんですね。で、先生から3つの技習いました。ピエ、そうですね、ツバメが下をね、下をシャーっていくっていうので、スネかモモかここ切るやつですね、はい、シャッってやつですね。あと2つはラセン。ラセン、ね、で、ラセンは実は77分の時にそこまで完成できなかったんですよ、はい、なぜかって言ったら、はい、結局螺旋ってウェーブ歩きなのよ。でクリームサシを77分にやった時ってウェーブ実は使えてない時だった、うん、肩甲骨がまだ十分可動域がなかった。そうそう、ウェーブがまず ない時代だったしね、あの頃初めて会った時着替えられてたじゃないですか、はい、もう体脂肪率がもう5とかぐらいでしたよ。たくさんバキバキでしたからね。シックスパックでした、ね、バキバキでしたよね、はい、驚いた。で9年間クリームサシという77分、はい、ワンシーンワンカットの映画が、はい、まあお蔵入りで眠ってたわけなんですけど、そうですね、はい、それを我らが、はい、太田 P が、うん、こんなもん眠らせるわけにいかないんだって、はい、蘇ってこうプロデュースしてくれたというね、版権を買い取って、うん、冒頭とラストシーンを追撮してクリームサシを世に出したわけです、はい、その時に稲川先生に相談して、はい、武器の方を、刀の方をちょっと作っていただきたいんだけれども、ね、何かアイデアございますかっていうことで、はい、剣について、ね、語っていただくわけなんですけれども、はい、なぜかって言ったら先生、そして自分、はい、そして太田もそうだと思うけど、はい、世界で一つの侍物の映画を作るっていう目標だったので、この刀なんて多分侍物でもう一回出てくるんじゃない。だからこれもね、傷すごく大田あるでしょ、はい、だから普段抜いてないってことなんだよね、うん、自分のために刀は抜くなってやっぱ教えっていうか、うん、長いこの刀は天のためっていう、まあ、国のためめったにまあ抜かないんで、こんだけ傷をつけるっていう、やっぱり
自分はイメージがあって、うん、そういうちょっとアクションっていうか、いやなるべく刀に傷をつけてくださいって僕今でも覚えててすごく好きだった先生の演出があるんですけれども、はい、最後宮本武蔵にこう襲いかかっていくじゃないですか。あ、はいはい、襲いかかっていく時に鞘をぶん投げるんですよね。はいはい、そうですね。帰る鞘がない、帰るところがないって意味なんで、必ず死ぬ気、もう決死って必死で突っ込むんで、それを先生が、鼓舞して演出されて、はいはい、そう撮ったシーンがやっぱりより迫力があって、あ本当ですか、見てるあの観客にも十分迫力が伝わったと思うんですよ、はい、僕はあの演出が大好きだったんです、ね、はい、結構なんか声荒げていって、なんか最初はですね、はい、鞘捨てるのに、ああ行くぞ武蔵とかだったんですよ、うん、これちょっと侍映画ってたくさんが命かけてる、あの77分のこの追殺にしてはちょっと気合が足りないんで、ちょっと今の説明をアクションの方の一番上の方に言って、鞘を捨てるということは命を捨てるというものだから、もう帰れないぐらいの気合入れていただかないとちょっとこう映画になりませんっていうのをちょっとあの声荒げて、はい、言わさして、わーってまだなんかなってたんですけど、したらクーって飛べるようなのが聞こえてきて、あーやっぱり言えば分かってくださるのはたくさんファミリーというか、あそこに集まってきてくださった方だなと思って、それはちょっと言わさせてもらって、鞘を捨てるってことは、でも鞘捨てっていうのをやっぱり理解していただくと、ああいう風に映画もキュッと締まって、うん、次本当たくさんと撮る時にはそういうの、そういうなんかエピソードっていうか、その武士のなんかちょっと裏技を込めてまたなんかいろいろやっていきたいですよね。宮本武蔵っていうのは結構自分にとって思い入れがある人物であって、これは古井武蔵っていうのは宮本武蔵 VS 吉岡一門の戦いであって、実際にね、歴史の刺激にも残ってるわけです。木の頂上でね、はいはいはい、こう隠れてて、はい、で最初にその子供の服を着て、はい、でそこからスタートするとか、はいはい、そういうのも聞いたりすると、あれこの人って標本家でもプラス、はい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 、わざわざ遅刻してきたりとか、うん、プラスなんかこう人間味があるんじゃないかな、はい、知り性がうまいってことですよね。そうですね、で、はいはい、もしかしたら俺もこうも想像したんですね。吉岡一門と戦う前の日ですね、はい、何人と戦うんだろう、はい、めちゃめちゃ怖いんだけど、いやいや明日だし早めに寝よう、いや眠れないもう寝れないんだったらもう先行って木の上に隠れてようかなとかね、はい、なんかこうただあの剣に鋭いとかじゃなくて、はいはい、人間味あふれた人じゃなかったのかなって思って、うん、77分セリフがないんですけど、はいはい、唯一俺がセリフ喋ってるところって、いやもう疲れたな、うん、とりあえず行くかと、はい、どうせ死ぬんだからっていう、はい、あと指数えてね、あれ吉岡一門ってこんないたっけ、いたっけなとかねだからちょっと人間味あふれるよ、はいはい、人間を演じたかったなっていうか、はいはい、一番軍師になったらよかったような、軍師って言われる合戦の時のもう軍師になってたら宮本武蔵って最も、それからやっぱ全部終わった後に生まれた時代で、時代が宮本武蔵を愛さなかったような、だからやっぱ上手っていうぐらいにやっぱ剣聖とかこうあれな中でやっぱり上手なんで、宮本武蔵もその草っぱらではないんでやっぱり相当上なんですけど、兵法のあの戦略のあの五輪の書ってすごいよくできてるじゃないですか、はい、あれを誰か将軍にの側近でアドバイスしてたら、その将軍は上に行ったんじゃないかなっていうような、感覚だから用意どんで、本当に例えば剣だけで戦ったら、多分それこそ先生あの音無しの剣、あ、はいはい、そうですね、あの人とかだったら、はいはいはい、多分剣だけだったら強い人だって結構いたんじゃないかな、千葉とか一刀流とかいろいろありますからね、佐々木小次郎の方が絶対強いですね、小次郎が絶対強いですね、はい、でつわめ返しできないようにね、あのもっと長い、そう長いのを自分でね、はい、やって、でいろいろ諸説あるけどね、遅刻してきたわけでしょ、で小次郎にしてみたらお前ふざけんじゃないよってなってる、なかなか降りなくて、なったらこの水の中にこう一回ちゃばってなってまたボート立ってる、あもうめちゃめちゃイラつくでしょ、で本来ツバメ返しなんて水の中でやりづらいわけだから、うん、足切り替えられないですからね、ジャパンさんこの野郎遅刻してきてお前またそんなとこにいるかと、わーってくるでしょ、そしたら何を言ったかと、遅刻してきたら普通ごめんなさいのに何言ったか、小十郎やめれたり、まあ、捨てただろうさよと、そうそうそう、またカッカするでしょ、あーって言って、そしたらね長く作ってた、うん、あれで、ね、おーそれが全て戦略だったわけです、うん、戦略、そうそうそう、はい、
だから本当に武蔵が刀に優れる人だったら、うん、そういう戦い方は絶対しなかった。でそこでですよ、はい、稲川先生に、じゃあ宮本武蔵ならどういった刀を持ちますかと、あー、はいはいはい、っていうことで作っていただいたのが今、はい、テーブルに置かれているこの武器なんですよ。これ、まあ、長くなってこれツバです。これちょっと一回抜いちゃいますね、はい、まずはこうやっぱりここがあの刃文がまっすぐに、やっぱりこのまっすぐなこの刃文って切れ味が鋭いんですよ。あとは火を入れることによって軽さが軽くなるんで、やっぱり重いと早く触れないんで、火をやっぱ入れて、やっぱりあんだけ吉岡と切り合うんで、見栄えよりも多分実を取るんじゃないかってことで、こうまっすぐな刃文の方がちょっといいということで、ね、波打ってる方が確かに見栄えは美しい、美しいですね、うん、わーっとしてギラッとするんですけど、やっぱり直ってなかなか好まれないんですけど、戦闘者と戦う剣術家は多分こっちの直刃文の方を、はい、はい、あとは唾ですね。これはもう全然そうですね、はい、こう2つ、まあ、カラミッドのようなものが2つこうくっついて、はい、唾ゼリーの時に、うん、まあ後でなんかあれですけど、はい、回した時に全部ブレードになってるので、指が相手の指が落ちるってことですね。じゃあ先生すいません、このカランビットツバゼリアイでどういった攻撃をするのかちょっと見せていただけますか。はい、じゃあぜひたくさん、はい、使った技を、はい、私があの ここが普通よりも長いの分かる、このつか、ここからつか長いでしょ、はあ、これはやっぱり先生と相談して、はい、僕はまだ先生から今ね習ってる鹿島神流はい、まあ、ここが結構長いんだよね、はあ、その方がその道具とかその刀としてのそうですね変化がしやすい、はい、変化がこう持つこともこう持つこと もそうですね、なるべく長くしていただいて、はい、螺旋が効きやすいようにはい、長くしちゃいます。じゃあ実際にそのつばぜり合い、はい、よくありますよね。ありますね、はい、こうガーチンってありますよね、はい、ありますね、なりますから、ありますよね、こうでその瞬間にここをこう返すと、ここのほら指がここに入っちゃうんですね。でズバ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 ーっと落ちたらもうそのままスパーンですね。あとはですね、こういう最初技があって、はい、こっちに巻くとこうなるんで、そうするとこっちからこっち回し、こっち回して、こっちからこうババババッつって切れる、うん、ちょっと近接で囲まれるんじゃないかと、あの77分の時も囲まれるのがたくさんきついきついって言われてたんで、うん、ただ回すだけで指がきちょきちょそうじゃ全員刀を落とすんで、首切らなくても指落ちれば刀がもう拾えないんで、もうそいつはいらないんで次のやつ切れますっていう、そういうのもいや懐かしいです。今先生の顔見て思い出しましたもん、つばぜり合いの時もその肩甲骨チャージしちゃって、チャージしてチャージしてからここでタカ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 、そうすると指が全部落ちる、うん、僕がタイムスリップして昔戻ったらみんなこれやり始めると思います。楽だねこれって言う、そうですね、指引っ掛ければ指引っ掛ければ楽だねとただ武士道には反するので、やっぱりこう宮本武蔵みたいなね、標本界ではいいんじゃないですか。はい、うん、でやっぱり先ほど先生あの二刀流とおっしゃってましたけれども、はい、もう一つの、もう一つの、はい、ここがなんかこう、そう出ました、こうなってるんですけど、ね、出っ張りがあるじゃないですか、はい、これをこちら側からこう回すと、このはい、それでちょうどこれがこうバキュンと出すとこう出るわけです。隠し合い、はい、それでこう2頭に、こっちが1頭とこっちが2頭に、だから2本抜かなくてもこっちで切りながら後ろのやつが左右させて、鞘持ちで薙刀のように足全部切れて、こっちで切り落として、でそれで長くしてあって、これを使う時にはこう持つとか、こう持つと手切っちゃうんで、ここ持ってこっちで近接で切りつつ、上段発想で切りながらこっちでさらに切れるようになんか開発した思い出が、なぎなたでもなぎなた、あの大田知ってる、なぎなたって男の人使っちゃダメだっていうぐらい、それなぜかさ強すぎるから、すげえ切れるし、はい、この長さ、この長さは使えるんで、はい、
でも宮本武蔵だったらやりますよ。関係ないですよ、はい、女性が使う武器でも使えれば OK、うん、それが宮本武蔵の標本です、うん、ただ実際に武器自分でオリジナルで作ってたんですよね。作ってましたよね、あの、はい、メリケンサックみたいなとか、はい、鉄線とか自分で全部作って、うん、いつも懐に入れて、なんか来た時に刀受けられるような鉄鋼とか自分で武蔵はやっぱり使ってたみたいなんで、ということはじゃあこういうのをもしかしたら作ってたんじゃないかなってことで、この、はい、こっちなぎなたでこっち刀バージョンでちょっと使ってほしいなというのをちょっと考案して、これはねやっぱり先日戦技アドバイザーとして稲川先生に聞いたからこそクレーム武蔵が大化けしたわけです。さらに、まあ、今回はこうやって宮本武蔵の、ね、刀を実は先生が、はい、考案したんだよと、世界に一本だよと、はい、いや本当そうです、はい、これはで螺旋一つにとっても何年か経って追殺した時には、うん、螺旋して大螺旋全部大螺旋してるじゃん、もう全部これで切ってますから、この後ろも切ってます、この後ろも肩甲骨が柔らかいから切れるわけですね、パーみたいな、はいはい、これがこの映像です。360度の敵をなぎ倒す、はい、実際にあれなんですよね、ここにもちょっと若干ですが秘密がございます。ああこれですね、我々のその結束と思いを深めて高めようと、これ本当の地やっぱありますわ、これ本当の地ですね、はい、これは本当の地です、ここ、これほら地、ね、本当の地がありました、こう、ねそのぐらい思い込めてましたよね、私、ね、はね、ほら初入ってきてくれて、うん、たくさんがそんな命かけたものがそんなずっと誰も見れないなんておかしいっていう、あの熱いやっぱ情熱で、はい、下村雄二とあの太田が語った夜があって、はい、2人ともね涙をし、うん、そして復活させようと言った映画がクレーム武蔵ですよ ね、まあ、あの時はリアルアクションのまだ未完成というか荒削りだったわけなんですけれども、リアルアクションとは何なのかっていう意味を兼ねて、はい、ワンパーセンターが完成したわけですね、はい、だから本当に、ね、今までやってきた、はい、そのいわゆる先生ワイヤーやカットアリア、はい、スピードを速くして映像を撮るのじゃなく、うん、己体一つで、一つで、はい、決められた振り付けをするのではなく、はい、リアルに相手と向き合って、まるで相手と言葉を交わすように、はいはい、素晴らしいですね、やるというアクションの定義、はい、リアルアクションというものを今回ワンパーセンターというのに一つの形になっております。最高ですね。海地家の方も、はい、あの概要欄の方に貼ってありますので、あ本当ですか、はい、本当皆さんあと自衛官でやっぱりねぜひ見てほしいんで、今回はそうです、リモートでみんな自衛官見に来てくれたんで、ね、フラッシュライトの新しい技が、はい、ワンパーセントでは入ってます、はい、戦闘術盛りだくさんでございます、まあ、もちろんそのアクションの考案というのは全て稲川義隆先生でございます、はい、そして、ワンパーセンターの稲川先生、はい、アカデミー賞並みの、いやいや素晴らしい場所でしたまあ実はあの撮影は僕が撮影させていただいたわけなんですけど、撮っていただきました、非常にナチュラルに、もう本当に素の先生が太田と喋ってる会話そのままのようなシーンになりましたからね、これもちょっと見どころとこのタクチャンネルファンの人、いや稲川先生ファンの方は見どころの一つでもありますので、ちょっとね楽しみにご覧になっていただければありがたいですね、ということでね、このクレームサッチを見てでワンパーセンターを見るもよし、リボンを見てワンパーセンターを見るもよしなので、皆さんね、こう気持ちの方テンションの方高めて劇場に足をお運びください、ということでこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてクレーム武蔵77分、はい、僕だけの力じゃありません、みんな頑張ってできた作品です、これからも応援したいな、チャンネルボタンをポチッと押しておいてくださいということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー